それではただいまから菅内閣総理大臣の記者会見を行います。冒頭総理から発言がございます。総理お願いいたします。皆さんこんにちは。菅直人でございます。10月1日から64日間にわたっての臨時国会がこの12月の3日に終了いたしました。この機会に臨時国会で取り組んだこと、さらには来年に向かって取り組もうとしていることについて国民の皆さんにお伝えしたいということでこの記者会見を設営をいたしました。まずこの臨時国会では約5兆円に上る補正予算案が成立をいたしました。これによって例えば新卒者雇用のジョブサポーターを倍増する、さらには妊婦健診が従来5回まで無料であったのをほぼ全期間14回まで無料にする、またレアアースについての探索等に資金を供給する、こういった大変重要な中身も含まれております。これによって先の予備費を使った第1ステップとこの第2ステップと、そしていよいよ来年度の予算ということで第3ステップ、そういう形で切れ目のない形で雇用と経済成長に向かっての歩みを進めることができると、このように考えております。またこの臨時国会の期間中に多くの国際会議がありました。中でも11月13、14の横浜における APEC は横浜ビジョンを採択をして成功裏に終わることができました。この APEC の会議に先立ちまして私の内閣としては貿易の自由化の促進と同時に農業の再生、この2つを両立させる基本方針を閣議で決定をいたしました。これによって農業については食と農林漁業の再生本部を設立をし、いろんな経験者にも入っていただいた実現会議もスタートいたしました。一昨日の土曜日には私もその一団として千葉の和合園に訪れ、野菜を作るだけではなくてそれをカットし、そしてきれいな容器に入れたり冷凍したり、そういう形で一次産業、加工という二次産業、場合によってはそれをレストランで供給するという三次産業を含んだ、そういう形で成功している若手農業者約90人のグループの皆さんともお話をしてまいりました。日本の農業を再生させ、同時に貿易の自由化を推し進める、その道筋を私はこういう若い皆さんに先頭に立ってもらいたいと、このように思っているところであります。また同時にこの間、例えばブリュッセルにおけるアセムや、あるいはベトナムにおけるアジアのアセアン諸国との会合などいろいろ出てまいりました。中でもベトナムではその会議の後私が公式訪問という形を取りまして、その中でズン首相との間で海外において初めての原子力発電所の仕事を我が国が行う、同時にレアアースについても開発を行う、このことが戦略的政治的に決断をしていただいて、いよいよ実行に移されることになりました。こういった形でこの臨時国会の間、国会の議論も大変なところもありましたけれども、私にとっては国会の内外を通して大変実り多いこの間であったと、このように感じているところであります。さて、いよいよこれから年末年始にかけてのことであります。まずこれからやらなければいけないのは言うまでもありません。来年度の予算の編成であります。今、山で言えば、
7合目から8合目に差し掛かって、いよいよ大きな重要な課題を順次決めていかなければならない段階に入っております。例えば、基礎年金の国庫負担をどのようにするのか、子ども手当、子育ての問題をどのようにするのか、一括交付金をどうするのか、法人税をどうするのか、こういった課題が次々と決定が迫られてくると思っております。もちろんのことでありますが、最終的には私自身、私の責任で決めさせていただきます。そういう中で、基礎年金の問題については、一旦2分の1に国庫負担が引き上がっておりますので、なんとかこれは維持する方向で予算編成を進めてもらいたい、このように考えております。また、匿名チームを作りました待機児童ゼロ作戦、現在、3歳未満の子どもたちで、約 24% の子どもたちが保育園等で預かられております。しかし、まだまだ足りません。4年間の間には、それを 35% 程度、7年後には 44% 程度、ここまで来ると、ほぼ希望されるお母さん方、お父さん方の子どもたちをすべて預かることができる、そういった先回りの作戦、初年度は200億円の予算が必要とされておりますけれども、これもしっかりと確保してまいりたい、このように考えているところであります。そういう中で、いよいよ来年に向かって、そうした政策をしっかりと実行していくためのいわば体制づくり、体制強化を行っていかなければならないと思っております。今日も社民党のとの間での党首会談を行い、労働者派遣法を成立させる、そのために協力していこうと、こういったことも含めて、協力体制をより強化する方向で合意をすることができました。国民新党との間でも、郵政改革法についての実現を目指すことで、いろいろな戦略的な取り組みも含めて、共同してやっていこうということで、合意をいたしました。こういった点も含めて、来年の国会が始まる段階では、しっかりと政策実現が、政権運営ができるような、そういう形を作るよう、全力を挙げてまいりたい、このように思っております。またこの間、私が総理になって約半年でありますけれども、総理大臣という立場は、大変重い立場だと考えてきた中で、どちらかといえば私も発言については、慎重に言葉を選んで発言をしてきたつもりであります。しかし、そのことがややもすれば、菅さん、何か元気がないねとかですね、そういうふうに受け止められてきた面もあります。これからはできるだけ率直に国民の皆さんに直接訴える、そういう形で私の意見を申し上げていきたい、ぜひ国民の皆さんにもそのことをご理解をいただけるようお願いをして、冒頭の私からの発言とさせていただきます。それでは質疑に移ります。質問者は私の方から指名させていただきますが、まず所属と名前をおっしゃってから質問をお願いいたします。質問は簡潔にお願いいたします。それではどうぞ。それでは幹事社から松浦さんお願いします。共同通信の松浦です。よろしくお願いします。臨時国会では戦国官房長官と馬淵国交大臣の問責決議が可決されました。自民党などはこの2人が出席する国会審議には応じないという方針です。首相は3日、内閣改造について全く考えていないとおっしゃいましたが、戦国長官らの交代を含めた内閣改造を一切行わないまま、来年の通常国会に臨む方針なのでしょうか。そしてまた、ねじれ国会を打開するため、どのような方策を取られるのか。例えば、社民党の協力を得て、衆議院の3分の2の再可決で乗り切るのか、あるいは公明党に連携を求めるのか、自民党に大連立を呼びかけるのか、具体的にお答えいただきます。
まあ、私が考えておりますのは、改造云々ということではなくて、まあ、全体としてですね、政権運営がしっかりと進められるような体制をいかに作っていくかと、まずそこを念頭に置いて、この次期通常国会までの間にですね、そうした体制を作れるように全力を挙げていきたいと思っております。その中には、社民党、あるいはすでに連立をしている国民新党との関係をより緊密かつ戦略的に捉えて共同していくということも含まれておりますし、場合によっては他のグループの皆さんともですね、いろいろな話し合いは機会があれば行っていきたい、このように考えております。それでは引き続きどうぞ。それでは高山さんお願いします。中日新聞の幹事の高山と申します。総理は今日午前中、先ほどのやったように社民党の福島党首と会談されましたが、その中で福島党首は武器輸出三原則の堅持を求められたと聞いています。一方で政府民主党内では武器輸出三原則の緩和論も高まっているようなんですが、総理は今後この武器輸出三原則についてどのような方針で臨まれますでしょうか。まあ、武器輸出の禁止という考え方の根本は、例えば紛争地域にですね、武器を輸出して、その紛争をより激化させるとか、まあ、かつては共産圏に対して武器輸出はしないとか、まあ、いろいろな経緯の中で今日に至っております。そういう基本的な理念はしっかり守っていかなければならない、このように考えております。この件については、社民党との間でですね、早速にも政調なり、関係者の間で意見交換を始めるように、今日朝、その会議の席で指示をいたしました。それでは引き続きお願いします。山口さん。NHK の山口です。普天間についてお聞きします。総理はこの問題で決着の期限にはこだわらないという考えを示していますけれども、それは逆に危険な普天間がそのまま固定化される恐れがあると思います。総理はこの問題をどのようなスケジュール感を持って解決していこうと考えられますか。この普天間の問題は皆さんもご承知のように、今から言うと14年前になりますか、時の橋本総理とクリントン大統領との間で、この普天間の危険性除去ということで合意ができ、その後、その移転先をめぐっていろいろな経緯の中で、昨年の政権交代、そして私の政権の誕生という形になりました。そういった意味で、今年の5月の28日に、鳩山内閣の下で、改めて、辺野古への移設ということで、日米が合意をいたしました。選挙中ですね、鳩山代表、あるいは私たちも含めて、県外、国外ということを目指すことを申し上げた中で言えば、それが実現できなかったことは、大変党として申し訳なかったと、このようにも思っておりますし、私自身もそういうふうに思っております。そういう中におきまして、今後のこの問題の考え方については、5月28日の日米合意を踏まえながら、沖縄における基地負担をいかに軽減をしていくことができるのか、さらには知事からも要請のあります、いろいろな沖縄の経済振興、またそのための会議を年内にも開くようにということの要請もいただいております。そういうものとですね、合わせながら、誠心誠意、沖縄の皆さんに理解が得られるよう努力をしてまいりたいと、このように考えております。はい、それでは次の方、それでは平田さんお願いします。毎日新聞の平田と申します。先ほどの総理のおっしゃられようを聞いておりますと、通常国会に向けての政権運営、
やはり民主党、社民党、国民新党、この3党をしっかり固めて、3分の2での再可決も辞さずという形で聞こえるんですが、そうすると臨時国会の前におっしゃっておられた、公明党、自民党、ね、野党に対して政策協議を呼びかけると、そういった姿勢というのは、かなりトーンダウンされたと考えてよろしいんでしょうか。この臨時国会の始まるまで、あるいは始まった中でもですね、私は所信表明でも5つの重要政策課題を提起して、熟議の国会としてですね、これらの問題を将来に先送りしないで解決していく道を党派を超えて国会の場で議論をしようと、そういう姿勢で臨んでまいりました。しかし、結果としてはですね、なかなかそうした例えば成長、例えば財政再建、例えば社会保障、あるいは地域主権、国民が主体となった外交という、こういった課題については、必ずしもこの国会での議論の中心にはならなかったわけであります。そういう中で、来年の国会を目指して、どういう形で取り組んでいくのか、もちろん自民党や公明党、他の野党の皆さんにも、今申し上げた姿勢は変わらず、そういう形で議論ができるようにという要請は続けてまいりたいと、こう思っております。と同時に、現在、連立を組んでいる国民新党との関係、さらにはかつて連立を組んでいた社民党との関係について、共通した政策をいくつか、これまでの経緯の中で、合意をしていて、まだ実現していないものもありますので、そういったことの実現に向けて、より緊密な協力関係を作っていきたい、このように考えております。それでは次の方、お願いいたします。それでは、そちら の一番奥 の白い服を着られた女性の方、お願いいたします。そちらです。はい、ロイター通信社の藤岡と申します。防衛大綱についてお伺いします。一部報道では、今月決定される防衛大綱に、今までの基盤的防衛力構想を転換して、動的防衛力といった新たな概念を明記すると報じられています。東シナ海などでの中国の活動への警戒を反映する方針と見られますが、防衛大綱が今後の日中関係に影響を及ぼすとお考えでしょうか。日本と中国は APEC の首脳会談で関係改善一歩を踏み出しましたが、日本の今後の防衛政策の方針がその流れを阻害してしまう懸念はありますでしょうか。防衛大綱については今かなり関係閣僚間で熱心な議論をいただいております。今ご指摘のあった基盤的防衛という考え方から動的防衛という考え方といったものは、従来からいろいろと指摘があった中で、やはり時代の変化、状況の変化に対応できる防衛体制を作るということの中で、議論が進んでいるところであります。そういった我が国の独自の防衛力をしっかり整備することは、これは我が国として当然やらなければならないことでありまして、そのことが直接にどこかの国の脅威になるとか、そういうことにはつながらない、そのように考えております。それでは次の方、それでは坂尻さん、お願いします。朝日新聞の坂尻と言います。総理、消費税についてお伺いします。総理は参院選で消費税の増税を掲げられてですね、その後参院選敗北された後はめっきりと発言も減ったように思うんですけれども、この臨時国会も眺めていると、総理ご自身が与野党の協議を消費税問題でリーダーシップを取って呼びかけられたというふうには残念ながら伺えなかった面もあります。ただ総理も今冒頭の発言でおっしゃったように、基礎年金の国庫負担、来年度分は何とか特別会計などでやりくりされるお考えかもしれませんが、再来年度以降先送りは許されない課題かと思っています。
改めて、総理はこの消費税問題、どのように取り組まれるのか、そしてもし取り組まれるとすれば、いつまでにそれをされるというお考えなのか、そこを聞かせていただきたいと思います。我が党の再スタートした成長の中で、この問題、つまり社会保障の在り方と財源、それには消費税や所得税、法人税を含むですね、税制合わせての議論をするということの作業も進んでおりますし、今、政府と与党の間で、そうした社会保障と財源をめぐる議論の場もできております。そういった意味で、これは参議院の選挙の直後にも申し上げましたけれども、この課題については、党としての取り組みも含めてですね、しっかりと、なんと言いましょうか、こう足元を固めながらですね、議論を進めていっていただいていると理解しております。また、他党との関係においても、他の党も社会保障の将来の在り方を議論する上では、財源の問題、つまりは税の問題も議論が必要だという立場を取っておられるいくつかの党も、有力な党もありますので、できれば、そうした場がですね、与野党間で、作れることが望ましい、これはもともとそういうことを参議院選挙の折にも申し上げてきたわけですが、その考え方は今も変わっておりません。そういったことが果たしてこの次の通常国会に向かってですね、まさに熟議の国会として、できるかどうか、しっかりと取り組んでいきたいと、こう考えております。それでは次の方、それでは五十嵐さん、どうぞ。読売新聞の五十嵐と申します。社民党との連携について追加で質問いたします。総理は今おっしゃった考え方は、社民党とのいわゆる政策ごとの部分連合を目指すというお考えだと思うんですけれども、将来的には統一会派の形成、あるいは社民党の連立政権の復帰ということまで視野に入れていらっしゃるんでしょうか。一方で社民党は、安全保障政策の根幹でもあります米軍の普天間基地の問題を安定にして離脱したわけで、安全保障政策では大きな違いがあると思いますけれども、そのあたりをどうするか説明されようと考えていらっしゃるでしょうか。今日朝 の、 両党の党首会談の中で、議論したことは、先ほど来申し上げたように、いくつかの政策課題について、しっかり、協力していこうということと、また社民党としては、今言われたようないくつかの問題ではこういう考え方だからという要望もいただきました。それに加えて来年度予算についてもですね、いろいろと共通の場を作って、場合によっては国民新党との3党の間で、来年度の予算についてもできるだけですね、意見をすり合わせていきたいと、こういうことをお話をいたしました。今の段階でそれ以上のことはお互いに、まだ何かこう会派とかですね、連立の復活とかそういうところまでは特に議論はいたしておりませんし、あまりそういうことを考えると逆に難しい面も出ますので、私は今の段階では共通している政策について、あるいは予算について協力してやっていくと、そういうことで信頼をお互いに確かめ合っていくことが重要だと、こう考えております。それでは次の方、どうぞ。それでは江川さん、どうぞ。先日の検察の在り方検討会議で、小川法務大臣が検察の問題点を明らかにして信頼回復するのは政府を挙げての使命だというふうにおっしゃいました。しかし法務省というのは検察出身者が要職を占めていて、強力な政治主導がなければいくら提言をしてもなかなか改革は難しいというところもあると思われます。先ほど内閣改造のことについて聞かれていましたけれども、特にその中でも法務大臣に関しては専任の大臣が必要ではないかと思いますが、専任の大臣を早く指名するというお考えはないでしょうか。その辺をお聞かせください。今検察の在り方について、
まあ、いろいろな問題が起きた中で、それを議論するという場が、前の柳田法務大臣の時に誕生して動いているというふうに承知をいたしております。まあ、それについては現在、仙石さんに兼任をいただいているわけですが、その作業そのものは十分その中で進められるものと、こう理解しております。まあ、もちろん法務行政、大変重要でありますから、その重要性はよく理解しているわけですけれども、まあ、全体の内閣の在り方、あるいは全体のこの来年の通常国会に向かうためのいろんなことを考えながら、そのことも合わせて検討していきたいと、あまり早くというよりは、全体の問題と合わせて検討していきたいと、こう思っております。はい、それでは次の方、じゃあ、青山さんどうぞ。日本テレビの青山です。まあ、この臨時国会で野党側が強く求めていた小沢元代表の国会招致というのは結局実現しませんでした。まあ、岡田幹事長も実現に向けて努力すると言っていながら、まあ、結局実現できなかったわけですけれども、まあ、通常国会に向けて体制を整えると総理大臣おっしゃる中で、その小沢さんの国会招致の問題を菅総理自らが説得、もしくは何か努力するお考えがあるのか、もしくは例えばその党の代表として離党勧告に踏み切るとか、別な動きを見せるお考えがあるのかどうか、お聞かせください。まあ、これは国会の答弁でもいつも申し上げてきましたが、代表選の折にも小沢元代表自らですね、国会の決定にはいつでも従うと、まあ、国会における説明を自ら示唆をされていたわけであります。ですから私はやはりご本人がですね、国会の場できちっと国民の皆さんに納得されるような説明をされることが必要だろうと思っております。まあ、現在岡田幹事長がその方向で努力を続けてもらっているわけでありまして、まあ、最終的な段階で私に対して何らかの判断が必要だとなれば、今申し上げたような方向でですね、そういったご本人の国会における説明をですね、やはりやってもらうように、そういう判断が必要であれば、そういう立場から対応していきたいと思っております。それでは次の方、お願いします。それではそちらの方、インドさん、お願いします。日本経済新聞のインドです。予算について伺います。総理も自ら先ほどおっしゃってました、いくつかの課題が残っていて、これからどんどん決めていかないといけないということだと思いますが、総理のスタンスを確認したいんですが、まずその法人税ですね、今 5% という議論がありますが、 5% という数字に総理ご自身のこだわりがあるのかどうかということを伺いたい。もう一つ、政策税70兆円、国債発行45兆円、その大枠ですね、常に決まっていましたが、それは支出するというその総理のスタンスでしたので。まあ、法人課税については先ほど申し上げましたが、今回の予算編成の中でも重要な課題の一つだと承知をしております。いろいろと今関係者の間で活発な議論がなされております。まあ、何パーセントはどうかということはですね、まあ、最終的には私が判断いたしますが、今何パーセントなのって何パーセントじゃダメだという、そういうところをこの場で申し上げることはちょっと控えておきたいと思います。それから44兆円の国債、あるいは71兆円のこの一般経費の枠というのは、私が財務大臣の頃にもそういう趣旨のことを申し上げて、その後、部分的には閣議決定をしている財政戦略の中にも盛り込んでおります。そういう意味で、そうした閣議決定までしているわけですから、当然のこととして、それをきちっと守っていくと、こういう考えです。はい、それでは次の方、それでは奥の方から神保さん、お願いします。
衆議院の新聞です。総理、先ほどの、総理はこれまで発言に慎重にやってきたが、これから、直接国民に伝えていきたいというふうにおっしゃいました。実際に官製権になってからですね、民主党の本来の、一丁目一番地であるその情報公開というものを、特に官製権になってから必ずしも進んでおりません。記者会見の開放というのも実際に止まっておりますし、予算編成の過程についても透明化というものが進んでおりません。それで実際は直接訴えてお二人におっしゃったのですから、今後具体的にどのような形でこのような形を取っているのか、会見の回数を増やすのか、あるいはその透明性を増すような何らかの措置を取られるのか、もう少し具体的なお話を伺えると思います。記者会見については、この今日の会見も含めてですね、私の会見は基本的にはオープンになっているというふうに、承知をしております。もしそうでないんであればですね、それは改善しなければなりませんが、そのように、私自身は理解をいたしております。各閣僚においてはいろいろな形が取られていると思いますが、基本的にはできるだけオープンにするようにということを私からも閣議なり閣僚懇の席で、申し上げたいと、こう思っております。それ以上にどういう形があるのか、私もこのメディアの皆さんとのお付き合い、なかなかですね、野党時代のように、自由にこの、以前でしたら、我が家に、何人かですね、来られて、少しお酒でも飲みながらやったりを、懇談してたんですが、なかなか難しいんですね。それは決して私がこの制限しているということだけではなくて、総理という立場だと、一部の人にだけそういう機会をということが、多少逆の意味で、皆さん方の中で問題になるといったこともあるようでして、逆にどういう形があればですね、どういう形であれば、もっとフランクに、私の考えていることが、皆さんを通して国民の皆さんに伝えることができるか、これは本当に努力したいと思ってますので、神保さんもいい案があったら、ぜひ教えてください。それでは次の方、じゃあ、山下さん、お願いします。北海道新聞の山下です。官房長官について伺います。総理は半年前の就任会見で、戦国官房長官の起用について後藤田正治元官房長官の名前を挙げながら、総理に対しても健在存在で力のある人でなければならないと言って、内閣の主軸に据える考えを説明されておりました。その官房長官に対してですね、今般、参院で問責決議が可決されましたけれども、半年経った今ですね、総理はその戦国官房長官をどのように評価されているでしょうか。それと先ほどその全体として政権運営をしっかり進めることを考えていくということを、おっしゃってました。野党はその戦国長官の更迭を求めてますけども、それとの見合いをどのように考えますか。戦後官房長官については、おられる前で、どういう表現をしていいか、あれですけれども、私が期待した、あるいは期待以上のですね、大変お仕事をしっかりとこの間していただいてきたし、現在もそれを続けていただいていると、このように思っております。煙たい存在という言葉も当時使ったかもしれませんが、それは今でもですね、ある意味では長官としての判断というものをしっかりと持った中でですね、いろいろ私に対しても必要なことはきちっと言われるという意味を含めて、期待以上の活躍と言いましょうか、仕事をしていただいていると思っております。この問責については、いろいろな議論があるわけですが、今の私の総理という立場でですね、あまりその制度のあり方について云々するのは、余計に野党の皆さんに、なんて言いましょうか、いい結果にならないかもしれません。ただ、
一般的に言えば、衆議院の場合は、不信任案が通れば、辞めるか、解散ができるわけですが、参議院の場合は、まあ、例えば個人であっても、内閣であっても、問責を受けたときに、辞めることはそれは何でもできますけれども、解散はできないわけであります。という意味では、問責というのはですね、もちろん、委員の意思としては大変大きい意思ではありますけれども、それは場合によっては、すべてが何か辞任ということだとすれば、今の憲法が想定しているですね、内閣と衆議院におけるこのいわゆる不信任案を通せばやめるか解散というこの一つのある種のこう緊張関係といいましょうか、それとは違った意味でありますから、そういったこともぜひですね、きちんとした議論が必要ではないかなと、こんなふうに思っております。はい、それでは次の方、それでは後藤さんお願いします。通信の後藤です。先日総理が長野さんとお会いになったことがですね、大連立という話が科学の政治家の力のごろになりますが、3年前にその大連立騒動があった時に総理はその国会の機能チェック機能という観点から大連立の否定的なことをおっしゃったことがあります。現時点でその大連立についてお考え変わっているのかどうか思いを聞かせてください。まあ、あの時は確か福田内閣の折で、小沢代表の下であったと思います。当時から私は大連立そのものがですね、絶対にだめだと考えていたわけでは当時からありません。ただ時点で言いますと、大連立がもし実現をしていたとすれば、まあ、これは今でも同じかもしれませんが、衆参で、与党の割合が、場合によったら9割とかですね、そういう議席数になるわけです。で、そういう形になったときに、国会というものがどういう機能を果たすことになるのかと、やはり相当程度、どうしてもそうしなければ、日本の国にとって、物事が何て言いましょうか、進まなくなってですね、まあ、国難とも言えるような状況であるとか、あるいは一定の、例えば3年間なら3年間、あるいは課題についても、これは取り組むけれども、逆にこれはこの間では取り組まない、まあ、例えば憲法改正については、これはこの間では取り組まないといったようなですね、かなりこの、きちんとした国民の皆さんに理解していただけるような前提がないままに、大連立を組むというのは、そういった議会の在り方として、大変理解を得にくいんではないかと、こういう意味で、当時、私自身、まあ、反対といいましょうか、の意見を申し上げました。ですから私は、その基本的な考え方は、今も変わってはおりません。ということは、何が何でも反対とか、何が何でもやればいいということではなくて、当時も申し上げたように、もし、そういう形があるとすれば、きちんと国民の皆さんがそういう形を取ること自体を分かったと、ある段階ではそういうこともやっても、それはやむを得ないだろう。それは理解できると言ってもらえるようなですね、きちっとした前提条件とでも言いましょうか、そういうものがなければなかなか難しいんではないかと、こう思っております。予定の時間が過ぎておりますので、最後の質問ということにさせていただきます。それでは松原さんお願いします。松原です。今の政権ですね、飛んでくるボールをですね、目の前に来るボールを打ち返しているのに精一杯に見えるんですが、国民にですね、政権が何をしたいか伝わらない、国民分かってないと思うんですが、改めてお聞きしたいんですが、この政権は結局何をしたい政権だと思いますか。まず来るボールを打ち返すのが精一杯だと言われたのはですね、まあ、この国会の中で私自身が、予算委員会を含めて、
ほとんどその自分自身がこういろいろ考えて、いろんな人に会って、いろいろな発信をするという、その余裕がないぐらいにタイトなですね、スケジュールであったということはですね、まあ、あまりこういうことを言っても、理解を一般の方に大丈夫かどうか分かりませんが、まあ、そこは一つですね、どうしても例えば、APEC の前には G20 がありました。G20 の前の3日間は、7時間、7時間、6時間の一般質疑、集中質疑で、朝5時起きからですね、ずっとやってました。まあ、そういう状況の中で、もしかしたら皆さん方にそういうふうに見えたかもしれません。しかし、先ほど申し上げたように、APEC そのものに対してもきちんとですね、それに向かって、貿易の自由化と農業の再生の基本方針を決めましたし、また、ASEMやいろんなところでですね、先ほどのベトナムのレアアースと原発の話が決まりましたし、あるいはインドとペルーとの EPM も決まりましたし、そういう意味で、何かこう言われたこと、あるいは指摘されたことに、だけ急遽と追われたとは私は思っていません。ちゃんと冷静に見ていただければですね、やれたことはまだまだたくさんあります。例えばオープンスカイの問題とかですね、あるいはこれは少し前の政権、鳩山さんの時代からでありますが、例えば海外の観光客を増やすためのビザの解禁とか、なかなかこれまでの政権ができなかったことを次々とやっているんです。ですから、それを伝える暇がなかったというのが私の実感です。で、今やらなければならないと考えている、あるいはこの政権として考えているのは、まさにこの臨時国会の冒頭に申し上げたことです。つまり、日本は20年間低迷してるんです。今、ある意味では、これから復活できるか、このままどんどん衰退していくかの、私はまさに分水嶺といいましょうか、分かれ道にあると思うんです。ですから私は、5つの重要政策課題、つまりは短期でできたことではありません。経済の成長が止まっている、なんとかしよう。財政が非常に難しくなっている、なんとかしよう。社会保障のこのままいけばですね、少子高齢化でうまくいかない、なんとかしよう。地域主権もなかなか進んでいない、なんとかしよう、まあ、外交の在り方はですね、いろんな理念はありますが、これも国民がしっかりと自分のものとして考えていくような外交になんとかしていこうと、まさにこういうことを超えていかなければ、日本はこのままどんどん衰退すると思ったからですね、その5つの政策課題は、決して誰の責任だとはもう当時余裕はないんだと。与野党を超えて、その課題を後世に先送りしないように議論しようじゃないかと、私はその思いを込めて、所信表明を自ら筆を取りましたから、訴えたつもりであります。まあ、しかし残念ながら、野党の皆さんの代表質問には、そういった中身を真正面から受け止めた質問は少なかったし、場合によればメディアの報道もですね、必ずしも私が一番重点を置いたところについて、必ずしも多くのですね、論評をしていただけなかったのは若干残念であります。そういう意味で私は、まさに元気な日本を復活させるという参議院において掲げたスローガンを実現するのが私の役目だと、こう考えています。それでは以上をもちまして記者会見を終了いたします。ご協力どうも大変ありがとうございました。